ダメだな、なんかすげえ写メを撮りたがっとる若者みたいな感じに。いや、とりあえずあの頑張りゲージが限界を超えて回復するっていうやつ作ろうじゃないか。なになに、ヘイ、ブヒーンだよ、ヒヒーンだよ、鳴き声はどうでもいいよ。じゃあとりあえずこのどれだ、ガッツガエル、ガッツガエルと、ガッツガエルだけでいいんかな。この辺のやつもやった方がいい。なんか魔物素材、薬の材料、うん、じゃあこれで料理を出来上がるかな、ちゃんと。スタミナ薬、頑張りゲージの上限を増やす効果、減った頑張りゲージを回復する効果もあるが、増えた分を使うとなくなる。え、なくなるんかい。え、なくなるんかい。なんか他には、他になんか頑張りゲージが増えそうなやつある。この辺違うな。移動速度、移動速度もあれやな。頑張りゲージ、この辺じゃ、攻撃力か、ハート、あ、これか、頑張りバッタ。じゃあこれとなんか魔物素材、はい、料理どう？またスタミナ薬かな。頑張り薬、頑張りゲージを回復する効果、崖登り中やお湯でいる時でも減った頑張りを回復できるとても便利な薬。ふんふんふん、これやったらさ、あとわずかっていうところまでいけるんじゃない？てかこっちからいけるんじゃね？いや、いけんか。あ、なんかこう見たら高いな、そりゃたどり着けんわって感じやん、なんか。ね、そんなところそんなところよく登っていこうとしたなって感じや。こっちやったらどう？高さが足りんか。同じぐらいの高さか。ああ、それはダメだね。あ、でも一旦試してみよう。うん、一回ちょっと試してみよう。ハユダマの祠。なんか今バッタが、お、あれはなんか違う種類のバッタじゃない？なんか色が。違う種類じゃないんかな。頑張りバッタやった、普通に。何にも違わんかった。あー、もう一匹バッタおったんや。ほら、引く。これやったらジャンプでいけるよね。そして、は、壊れたし、一発で。早。いってやー。はー。これはコログのうちわでは無理なんじゃないかな。畑のフォーク。よし。あ、いける？いけるかもしれんね。ちょっと行ってみよう。いけた。いけるじゃねえか、簡単に。よし。どうやって出るかは、まあ、また後から考えるさ。ねた、浜やなの祠やったっけ？全然違うかもしれんけど。行ってきまーす。ほい、来た。ねた、ハユダマの祠やったっけ？祠を訪れし者よ、我はハユダマ。女神ハイリアンナにおき試練を与えよう。導きは水より現れる。ハユダマの祠。水？どういうこと？導きは水より。とりあえずなんかここに、水が、こっちにはないんか、こっちか。導きは水より現れる。なんかさ、あれじゃない？外のさ、あの川のとこ？あれもなんか、え、なんやった？なんかミニ祠チャレンジかなんか知らんけど、あ、そうや、あれや。
大盗賊なんちゃらかんちゃら、あれもなんかさ、その川のやつやったよね。あれになんか近いやつかな。何どうすればいいんこれ。え、何、特に何もないのこれ。導きは水の中。特に何もないけど。渡れねえ。なんだ、どうやってやるんだ。あ、そっかそっか、そういうことか。またあのアイスメーカーを使えということかな。こういうことやろ。違う？いや、こういうことでしょ。ここはどうすればいいの。ここはどうすればいいの。進めなくね。もしかしてこれ壁にも。マジで。すげえ、これ横向きにも作れる。初めて知ったんだけど、感動。助けてー。なるほどね。待って待って、ハートが少ない。マジか、私こんなハートマーク少ない状態で乗り込んだん、ここ。アホやん。とりあえずまあ、食べておきましょうか。限界を超えてハートが回復。これハート増えるってことよね。イエーイ。一時的に増えるだけってこと多分。なんか黄色いし。なるほど、そういうことか。ってことは、なんかもっと大事な時に取っといた方が良かったんじゃないかな。まあでも作れるか。まあ作れるか。いけたいけた。なるほどね。これを使っていけばよろしい。なんか転がり落ちよるけど。これはパラセールでも向こう側に行けばいいかな。とりあえずこっちなんか階段あるけん。上まで登ってみる？特になんもなさげやけど。なんもないね。何もないね。あれは、あれをさ、あそこに入れんといかんのやない？ということは、なんだ、どうすればいいんだ？とりあえず自分があっちに行く？こっちに行ってどうするんだ？あそこや。あそこになんかその、はゆだまさんがおるんやね。ここに入れるには、あれを動かさんといかんってことよね。どうやって動かせばいいんやろ。これもやっぱり壁を伝っていくってこと？ぽいよね。危険じゃね？大丈夫？だいぶ危険な感じするけど。いけるんかな？ちょっとずつ上に行くべき、これ。怖い。こういうことであったんかな。はい。で、何、上行ける？まだ行けんのか。痛い。いや、痛くはないけど。こういう。何これ、作れんくね。あれ、もしかして、もうちょっと向こうに作った方が良かったんかな。こういうこと。はい、上に上がりました。これでいけるやん。行ってどうするんかちょっといまいち分からんけど。リンクの軽さじゃダメなのね。ってことはこれでここにさ、作れます。ここに作ったところでやね。ここに作ったところでやね。別に何にもない。なんだ、どうすればいいんだ。謎な感じになりましたけど、ちょっと待ってね。手を離すじゃなくって、とりあえず一旦これ壊そうか。はい、壊す。これはなんか他に使えるやつが違う。他に使えるやつが、どれ、ビタロック。マグネキャッチとかなんか使える？これ動く？いや、動かんよね。あっちの弾は？あの弾反応する？
無理だな無理だな、あの弾反応しないな。しかも遅い。え、これはどう、何をどうやればいいんだ。ビタロック、ビタロック、なんかこれ使える。いや使えるけど何、どうすればいいのこれいや使えますけども微妙に動くな、微妙に動くな、微妙に動くから何なんだっていうことやけど、あっちを止めてみようか。じゃあさあ来い。あ、ダメダメダメ、もうちょっとこっち、この辺上の方から狙った方がいいかな。来い。はい、止めました。んでこれこのままやったら多分そのまま動き出すだけなんよね。武器投げ捨てちゃったんだけど。ダメじゃん。ああ、貴重な武器を。もうだいぶさ、武器が少なくなってきたよね。ちょっとモンスターたちから奪い取らんといかんの。これ。水、水が関係してくるんよね。ってことはやっぱりこの辺のアイスメーカーなんじゃないかと思うんやけど。もうちょい、この辺。この辺り、この上に行くんかな、もしや。あ、さらに上に行くってこと。あ、上がれますこれ。あ、上がれねえ。あ、そっか、こっちに行けばいいんか。はい、こっちに行って、でこの上か。うわ、危険じゃねえ、普通に危険じゃね。ちょ待ってね、この辺りか。で、こう行くやんか。で、ここから、うわ、怖っ。どっから落ちてきよん？こっから落ちてきよんか。え、ここから落ちてきてるあの弾をどういう風にやればいいんかな？やっぱここからビタロックっていうことになるかな？ビタロック。ここで止めよう。待って、この辺で一旦止めて、反対向きに飛ばしたら。あの、こっちに。あ、危ない？危ない？え、待って、弾壊れたんだけど。え、弾壊れたんだけど。え、どういうこと？なんか無駄に武器壊れそうな気がしてきた。ねえ。あっちに飛ばしたいんだよな、あっちに。なんだけど、やっぱりあっちに飛ばすんじゃないかな。ちょ、力強すぎた？こっちはどこに、あ、この端っこの方やったら、え、落ちたよね、落ちたよね。落ちたよね。あっちの、ここどこ？あ、ここか。はあはあ、ここね。ここに、あ、いや、びっくりした。めっちゃびっくりした。すげえびっくりした。そう、やっぱり多分ね、こっちに吹き飛ばしてくるんやと思うよね。ビタロックだよ、ビタロック。あの上まで、まあ、また上がっていって、多分私があの、なんていうん、反動をつけすぎた？よいしょ。何回も切りすぎたんじゃないかな。よいしょ。多分1回ぐらいの反動やったら、あのビタロックが溶けた後も壊れんのじゃないかなっていう。っていうね。よいしょ。あ、怖い。すげえ怖かった今。ちょ待ってね。はい。は、は、
よいしょ。で、もう一回ぐらいかな、このあたり。あー、なんか押し出されそうやった一瞬。これで多分この端っこの部分やったら平気なんよね。ふんふん。で、ここでビタロックだ。はい、ビタロック使います。はい、いかんやちょっと待って。はい、もう一回。はい、早いな。この辺来い。はい、いや、やっぱ早い。どうかな、これ連打しよった方がいいぐらい。はい、止まった。これで一回向こうに。はい、どう、吹き飛ぶ、吹き飛ぶ。あー、くそ。でもそういうことやろ。はい、来い来い来い。ダメだな、なんかすげえ写メを撮りたがっとる若者みたいな感じに。さあ、来い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 。はい、止まった。これでどっちだ、こっち。あー、違う、そっちじゃない、そっちじゃない。怖い怖い怖い、暴走しそう。あ、でもいた、いた。え、何、どこ行ったの。え、落ちました。くそ、ダメだ。あれで方向をもうちょっと考えた方がいいってことかな。なるほど。でもほら、原理的にはそういうことあっとったやろ、多分やり方。うん、多分やることはあってんだ。さあ、来いよ。はい、来た。自分がちょっと落ちんように。はっ、大丈夫かな、もうちょっと。ああ、方向変わった、方向変わった。多分くそ、あっちに飛んでった。ダメだこれ。もうあとは方向をちゃんと定めて、あと何回か何回か勢いをつけるっていう。ちょ、待ってね。はい、あー、違う、そっちじゃない。もう、そうそうそう、そっちの方向。オッケーかな。あ、行った、行ったよ。やった、開いた。ビタロックさ、今までさ、どこの祠でもあんま使ってきてなかったんやけど、ここに来てやっとちゃんと使えたね。やっとちゃんと使い道が、ふう、開きました。やった、やりきったよ。誰やっけ、はゆだまさん、やったよ。もっと時間かかるかと思った。試練を克服されよくぞここまで。あなた様こそまごうことなき勇者。今こそ女神ハエリアンナにおいて克服の証を授けましょう。私、克服の証も何個、これで1個目、もしや。何個よ何個よ。前回全部使ったんかな私。あ、2個目、あと2個や。これで我が役目は終わる。女神ハエリアンの家具があらんことを。イエーイ。そういうことよみんな。ビタロックね。あ、罠なくなっとる。いや、これさ、クリアした後どうやって出るんやろって思うよったんやけど、てか超水きれいなんすけど。こんな水きれいやった？雨降りよったけんかな。濁って見えたよね、あれ。あ、この辺のは罠じゃないんや。普通に花？へぇ。すげえ、クリアしたら罠消えた。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。